吹上浜海浜公園内にあるサンセットブリッジ、鹿児島県道2号加瀬田日吉自転車道線は、鹿児島県南薩摩市から道県日置市日吉町、日置に至る一般県道である。別名、吹上浜サイクリングロード、吹上浜砂丘自転車道、大規模自転車道整備事業の一環として整備された。1988年3月28日に、 県道の路線として認定された。鹿児島県の県道路線認定一覧表における路線番号は2である。県道路線の大半部分は吹上浜の防災林内を中断するルートとなっているが、吹上浜海浜公園敷地内のサイクリングロードの内吹上砂丘入り口から吹上浜サンセットブリッジを経て県立南札少年自然の家までの区間も県道の路線となっている。 また、日置市日吉町、吉利市の吉利駅跡から同市吹上町、今田の薩摩湖、駅跡付近までの区間は、かつての鹿児島交通枕崎線の線路跡を使用している。管理は鹿児島県が行っている。自転車道内に県道の路線番号標識はないが、都丸の道路標識の補助標識として、地名とともに、加瀬田日吉自転車道線と書かれた標識が、 設置されている。ありがとうございます。